どうも、ハヤトです。それでは今日もハヤトのハムスター実況をやっていきましょう。今日は9月の21日となります。このチビハムスターたちが生まれたのが8月18日なので、もう1ヶ月以上経ってしまいました。そこで今日はとても寂しいんですが、男の子だけお母さんと女の子たちから引き離そうと思います。さよならお母さんの回ですね。っていうのもハムスターはもう1ヶ月を過ぎると発情する子が出てきます。もし仮に交尾したとしても妊娠する可能性はおそらくそんなに高くないとは思うんですけど、それが病気とか喧嘩とかにつながってそれによって怪我をしてしまう、そんなことがありえるので、1ヶ月過ぎたらハムスターは基本的にオスとメスは分けなければいけません。なもんで今日は少し寂しいんですが、オスメスの仕分けというのをやっていこうと思います。さあ、じゃあ男の子探していきましょう。僕はちょっとこれ持ち方雑なんですけど、あ、これ女の子ですね。持ち方雑なんですけど、普通に持つと暴れて落ちてしまうんで、こういった感じで持っています。ただこの持ち方はハムスターに嫌われることが多いと思うんで、皆さんやらないでいいんであればやらない方がいいと思います。じゃあこの子ね、ちょっと男の子っぽいんで見ていきましょう。はい、この子男の子ですね。立派なたまたまがついてます。さあほら、母ちゃん最後のお別れだよ。おそらくね、もうそんなに会うことはないと思うんで、ゆっくりね、2人の時間を楽しんでください。じゃあ2人の時間を十分楽しんだかな。それではバイバイ母ちゃん。男の子です。間違いないよね。ここでもし間違っていたら分ける意味が全くなくなっちゃいますからね。よく見ないとな。とりあえず今この小さい虫かごに入っていてもらいます。じゃあ2匹目の男の子を探していきましょう。この洞窟ハウスがクソ邪魔です。男の子を発見しました。それでは今から捕獲に向かいます。さあ捕まえた。どうや、はい、立派な男の子です。間違いないね。3匹目ようやく見つけました。こんな隅でね、なんかこう女の子とちょっとじゃれ合っていました。この下でやられているのが男の子ですね。おい、こらチンチン触んじゃねえよっつってね、やっておりますけど、どういうお話をしてるんでしょう。男の子救出しました。母ちゃんと最後の時間を過ごしています。1ヶ月お世話になりました。これから僕は男になります。ということでね、こんな感じで、この子ね、一番ちょっと立派じゃないですか、ここがね。母ちゃんバイバーイっつって、さあ立派なものを携えて男は一人旅に出ます。この子の名前をつける時もこの大きいたまたまにちなんだ名前にしようと思います。さあ母ちゃん、さよならだよ。ということで、この小ハムの中から3匹オスを選別しました。多分ね、これみんな男の子、これで全部だと思うんで、もう妊娠とかの心配はないですね。ほら、下から見るとみんな立派なもんぶら下げてね、引きずってますよね。超見づれ。まあそんな感じやね。さあこいつらを今からとりあえずの仮住まいに移していこうと思います。で、仮住まいというのはこちらでございます。グラスなんちゃらっていうケージだね。以前お芋くんやウニコも暮らしていたやつで、ただね、3匹住むにはさすがに狭いんでね、この子たちの相性とかを見てまた水槽を用意して広いところで住んでもらうと思うんで、しばらくの間や少しの間ここで我慢してもらいましょう。言うてもね、ルーミー60で10匹で住んでる時とそんなに変わんないんじゃないかって気もするんだけどね。やはり初めてのケージですから非常に不安そうですね。お母さんもいませんし、みんな匂いを嗅いで警戒しています。いろんなとこ噛んでいくんだろうな、この子たちも。これがトイレだね。でも早速ね、この辺ガジガジしてますね。この子たちのお母さんのウニコもものすごくもうここガジ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 いつもしてました。懐かしいな、ちょっとほんの数ヶ月前の話なんですけどね。という感じで今日は男の子と女の子を分けるという
ハムスターを繁殖させた人なら誰しもが通る作業をやってみました。やっぱりね、一緒にずっと暮らしたんで寂しいなと思うこともあるんですが、これは絶対にやらなければならない行事なんでね、今日はちょっと胸が苦しいんですが安心もしています。それでは今日はこんな感じで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今後ともハムスターとこの動画をよろしくお願いいたします。